ラーメンとか。とても綺麗ですね。ただ白い泡が浮かんでるみたいです。轟渓谷は延長約1キロの東京23区内唯一の渓谷です。東急大井線の轟駅から南に歩いて3分ほどの谷沢川に架かるゴルフ橋の脇の階段を下ると下流に向かって谷沢川沿いに散策路があります。だけどあんまないかもね。誰も嫌われない。散策路を下流に進み、玉沢橋、これは環状8号線ですね、を越えると、古墳時代末期から奈良時代の頃の横穴の墓である轟渓谷三号横穴があります。さらに渓谷の南には、日本庭園や書院や寺の名所と知られる轟不動尊があります。
これが轟渓谷3号横穴です。不動尊から渓谷に降りたところに不動の滝があり、古来から今日まで滝に打たれて修行をする人々が訪れています。轟の地名は渓谷内の不動の滝の音が響き渡り、驚いた、心からついたとの言い伝えがあります。なりますので、お車を止めの方は5時までにお車のご出航をお願いいたします。また並びに今やすり合いのご利用時間も5時までとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。繰り返しお知らせいたします。トドロキンロードの車検車専用駐車場のご利用時間は午後4時までとなっております。あと15分ほどしますと、出入り口を閉門させていただきます。お車をお乗りの方は、午後4時までにお車のご出庫をお願いいたします。